皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィレ2020体験版を使って選手の能力値、そしてスキル、プレースタイルなどをね、2019と比較していこうと思います。はい、ということで今回はバイエルンミュンヘンをねやっていくんですけど、前回の動画でユナイテッドをね次回するって言ったんですが、諸事情によってちょっとバイエルンを先にしようと思いますので、ユナイテッドはまた後日、動画を出します。はい、ということで、今回はバイエルンの選手を見ていくわけなんですが、今回もね、強い選手、有名選手を中心に、見ていきますのでよろしくお願いいたします。バルセロナ、そしてアーセナルの選手たちの、比較もね、過去にやっていますので、そちらもね、ぜひご覧ください。はい、ということで今回はバイエルンミュンヘンやっていきましょう。はい、ということで早速やっていきましょう。今回も右側にね、能力は表示されます。2019のものと、2020ですね。そちらについては、今回も特に詳しく喋らないので、気になる方は、そちら、動画を一時停止するなどしてご覧ください。はい、ということでまず最初はノイアですね。こちらの選手は総合値が1万下がってしまっています。変わったところで言うと、能力も違いますけど、まず根案がね、8から、7ということで1つ下がってしまっていますね。はい、でこちらの選手スキルが、追加されています。PK ストッパーとキャプテンシーが、ついてますね。はい、続いてセンターバックいきましょう。まずはボアテングですね。こちらの選手は、ポジションとかは変わっていませんし、プレースタイルも同じです。で能力は変わっているので、右側をご参照ください。こちらの選手後半が下がってます。7から4ということで3つもね、残念ながらちょっと下がっています。はい、スキルも、追加されてますね。ライジングシュート、そしてインターセプトがねついています。はい、前作インターセプトねなかったのでこれは嬉しいですね。続いては、ジューレ。こちらの選手は、金から黒に昇格しています。変わったのはポジションは一緒で、プレースタイルがもともとついてなかったんですがハードプレスがついております。あとは、コマンとかは一緒ですね。でこちらの選手も、スキルにライジングシュート、なぜでしょうか、ついております。続いてが、リュカエルなんです。こちらの選手は、総合値は85だったんですね。リークでは86じゃないかという情報でしたが85だったみたいです。ポジションとか、プレースタイルは変わらないですね。でこの選手も、黒玉昇格の選手です。コマンとかも同じで、スキルでいうと、増えていますね。こちらは、ライジングシュート、あとロングスロー、マンマーク、闘争心、4つ増えております。はい、続いてパバールですね。こちらの選手は、プレースタイル同じで、ポジションは、DMF もともと適正なかったんですが、前作でいうと薄い適正にね、今作はなっています。黄緑が、薄い適正だった部分ですね。はい、他でいうとこちらの選手もスキルが追加されています。ロングスローとアクロバティッククリアがついております。この選手もね、能力も上がってますし結構強いと思うのでちょっと気にはなります。続いてサイドバックいきましょう。まずは左サイドバック、ダビド・アラバ。こちらの選手はポジションとプレスタイルは同じです。後半も一緒ですね。で変わったのが逆足頻度が、2だったんですが1になってしまっています。でスキルこの選手も追加されていて、足裏コントロールと、コントロールカーブが、追加されていますね。続いてキミッヒ。こちらの選手はポジションは変わりありません。能力は変わっているので右側をご参照ください。後半が6から7ということで1つ上がってますね。これは嬉しいですね。で逆足の、精度の方が、2から3に、こちらも上がっています。でこちらの選手もスキルが、増えています。ワンタッチパス、スルーパス、そしてキャプテンシーが、追加されています。続いて中盤いきましょう。まずは、ハビ・マルティネス。こちらの選手は前作は、収録されていません。2018は収録されているので、表は2018になっていると思います。その時は、センターバック登録だったんですが、今回は DMF ということで、プレースタイルはアンカーのままですね。
で、変わったとこで言うと、コマンとかは変わっていません。スキルは増えております。2018から増えたのはヘッダー、ワンタッチパス、バックスピンロブ、マンマーク、インターセプト、闘争心が増えています。で、2018、ちなみにチェーシングを持っていたんですが、そちらは消えています。はい、続いていきましょう。アルカンタラですね。こちらの選手は、ポジションとプレスタイル同じです。フォアンとかも同じで、スキルが違いますね。まず消えたのがアクロバティックシュートとピンポイントクロス持ってたんですが消えました。そちらに代わって、ダブルタッチと足裏コントロール、こちらがね、追加になっています。続いてゴレツカ、こちらの選手は、ポジションプレースタイル変わりません。能力は変わっているので、今日ご参照ください。こちらの選手も黒に昇格している選手ですね。で、コーンは6、こちら変わりません。スキルが1つ増えました。ヘッダーが、追加されています。続いてベンチですね。続いてはトリッソ、こちらの選手は、プレースタイルとかポジションは変わらなくて、コーンとかも変わらないですね。で、スキルが増えています。時空ラターンと、ライジングシュートとインターセプトが、追加されています。はい、続いてレナト・サンチェスですね。こちらの選手は、まあ、前作でいうと、最初の方に、ちょこっとだけいたという選手ですが、そこからプレースタイルとポジション変わってません。後半が、5から4ということで1つ下がっています。はい、スキルでいうと前作は根下しか持っていなかったので、残りの7つ、追加されています。ダブルタッチ、時空ラターン、足裏コントロール、ライジングシュート、ワンタッチパス、スルーパスに闘争心、こちらの7つが追加されています。はい、続いてコマン、こちらの選手は、前作前々作は、収録されていません。過去でいうと2017の、収録になります。その時は左のミッドフィルダー登録だったんですが、こちらは左のウイングに、ね、変わっています。プレースタイルとかポジションは変わってませんね。で、今案なんですけど4から5に、ね、なっています。まあ、3年経ってるので、まあ、今案も変わってますね。で、あとは逆足の頻度の方が2から3になってますね。はい、で、スキルでいうと、2017は時空ラターンとマリーシアしか持っていなかったので、5つ増えてますね。ダブルタッチ、エッジターンとミドルシュート、あとドロップシュート、そして、この選手スパサブ持ってるんですね。はい、ということで結構ね、この選手は気になるところではあります。はい、続いてニャブリですね。この選手はウィレーでいうと、登場が初めてなので、まあ、比較がしようがないんですけど、まあ、ポジションでいうと、右のサイドとウイングしかできないですね。まあ、濃い適性があるのはなので、まあ、マイクラブでいうと、まあ、適性ね、濃くする必要があります。特に右利きなので、まあ、左とかの、まあ、サイドとか結構ねつけるといいと思います。で、ウィングストライカー持ちですね。で、能力でいうとこんな感じで、まあ、足元やはりドリブル、あとスピード、ボディコン、まあ、このあたりが高いですね。で、決定力はそんなに高くないということで、そこはちょっと気にはなります。まあ、ディフェンス能力はそんなに関係ないんで、コンアンは6ですね。で、スキルでいうと、まあ、フェイント系とか、ドリブル系とか結構持ってるんですけど、まあ、ドロップシュートとかワンタッチパス、あとアウトスピンキックなどね、そういうの持ってます。はい、続いてミュラーですね。こちらの選手は、特にポジションは変わっていません。いろいろねできる選手ですね。で、プレースタイルもデコイランのままです。で、この選手で変わったのはコンアンが、下がっています。7から6ということで1つ下がっています。はい、こちらの選手はスキルが、変わってますね。変わったのはワンタッチパス、闘争心もともと持ってたんですが、そちらが消えて、PK キッカーとキャプテンシーが、ついています。ちょっと前作の方がスキルは良かったかなと思います。はい、ということでこの動画ラストはレバンドフスキーですね。こちらの選手は、プレースタイルが、ボックスストライカーだったんですけど、こちらがラインブレーカーに変わっています。ポジションは変わってませんね。で、コーンアンとか、まあ、逆足、そしてスキルは、変わっていませんということで、この選手のラインブレーカーはちょっと気になりますね。
はい、ということで今回はバイエルンミュンヘンの選手を見ていったわけなんですが、いかがだったでしょうか。前回の動画で、アーセナルの、選手の比較やったんですけど、アーセナルはねそこまで大きく変わってなかったんですよね。能力は、全ての選手変わってるんですが、他の部分が変わってなかったんですけど、バイエルンは結構スキルが増えたりとか、公安が変わったりとかして結構変わってる選手が多いので、こちら体験版でね使えるので、こちらでねいろいろ確認することが必要かなと思います。はい、ということで次回、ユナイテッドもしくはユベントス、どちら先にするかまだ決めてないんですが、どちらかをね、やっていくので、ぜひ気になる方はチャンネル登録をしてぜひご覧ください。そして高評価もよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。